HD1461 は、クジラ座の方角に、地球から約76光年の位置にある、太陽より若干大きい G 型主系列星である。質量と半径が太陽よりわずかに大きいが、基本的には太陽に非常によく似た特徴を持つ。ただし、金属量だけは別で、太陽に比べて多い。当初は、金属量の目安となる鉄と水素の存在比、FE。 h がプラス0.4とされ、しかもすべての種類の金属が同じように存在比が高く、金属過剰性の典型とされた。その後の観測では、金属量は fe, h イコールプラス0.19と見積もられ、金属量が多いものの、金属過剰性の基準には達していないとされる。2009年12月14日、 HD1461 の周囲を少なくとも一つの太陽系外惑星が約5.8日周期で公転していると公表された。この惑星 HD1461B は結句望遠鏡によって視線速度を詳細に観測することで発見され推定質量からスーパーアースと考えられる。観測データはさらに 光天周期がおよそ450日と5000日の2つの惑星が HD1461 の周囲に存在する可能性を示唆したが誤差との切り分けが難しい微弱な信号で本当に惑星の存在によるものか疑問が持たれた。2016年1月、ラシア天文台の3.6メートル望遠鏡による境外惑星観測プロジェクトが HD1461 を詳細に観測し、光天周期が約13.5日の惑星 B とは別のスーパーアースと見られる惑星を発見したと報告された。惑星 B の発見時に指摘されていたより大きい惑星の存在については確認できていない。ありがとうございます。